誘導員の後ろ4番吉武勇樹、このマークは1番の石井隆、2番の永井亮斗、この3人ですが、さあ先に動いた7番の中尾翔ですが、その前から8番大畑勇樹、関東勢上昇を見せました。4番の吉武を抑えていった8番の大畑と、さらに外7番中尾翔、誘導を切って8番の大畑、外7番の中尾翔、7番の中尾翔の主導権となって残り1周半、鐘が鳴りました。マークで3番土井さんと9番斉藤勝、この2人マーク陣もついていきます。そしてこの後ろに切り替えて上昇は6番の辻本達也、4番手5、6番手に関東勢です。吉武勇樹は7番手の位置になりました。残り1周を切って縦1列、先頭は7番中尾翔です。マークに3番土井勲、そして9番斉藤勝、ベテランが続いてバックストレッチ、5番手からまくっていく8番の大畑勇樹と5番の桜井紀之、関東の2社、さらに後方から動いていく4番の吉武勇樹の内をついて2番の永井亮が上昇をまくって追い込んでくる、直線に入りました。先頭7番の中尾ですが、3番の土井勲はかわすか、3番土井勲を捉えてゴールイン、2着争い大接戦。